静音作業は漢字で言うと「整える音」って書いて静音する前というのはピアノが楽器としての音として出ていないので最後にそのハンマーフェルトにピッカーという工具を使って針を入れたりサンドペーパーを使ってその表面フェルトの表面を整えたりといった作業をして音のポテンシャルを引き出して、まあ、1台の楽器としてのピアノとしての音をまとめていくという作業になりますね。 SX S シリーズをまあ声音になっているメンバーっていうのはあのただ単に工場で音作りをしているだけではなくって、まあ、過去そのアーティストサービスにいた経験であるとかあるいはコンサート対応コンクール対応で生の演奏者の方の声を聞いているっていうそういう経験を踏まえた上でこの SX シリーズの音作りに取り組んでいるわけですね。でですので あのそういった実際の肌身で感じたあの生の声をまあ今回の SX シリーズの音作りにフィードバックしていくというところで自分の経験値とまあセンスとを信じてまあ皆さん取り組んでいるということで新しい SX シリーズの音作りをまあえ悩んだ時にも乗り越えてきたという形になると思います。 専門を行っているメンバーにはまあ若い技術者もおりますのでまあ若い技術者に対しては技能伝承という形でまあ指導しつつまあ熟練された技術者の方はみんなそれぞれお互いを信頼し合ってリスペクトしてますのでそれぞれ個々の良さと個々のピアノの違いがそれぞれ素晴らしい楽器になっていると思います。 少しでも多くの方にこの新しい SX シリーズを弾いていただきたいと思っております。